花丸ちゃんのジョイントライブ、たくさんの人が来てくれてるよ。満員御礼であります。二人とも準備はいい？あれ、二人は？さっきまでここにいたんだけど、どこに行っちゃったのかしら。すごい人だね。ちょっと緊張してきちゃった。花丸ちゃんは大丈夫？凛ちゃんとの大切なライブ、失敗しないか心配ずら。でも凛たちたくさん可愛い特訓してきたから、心配しなくても大丈夫だよ。花丸ちゃんはとっても可愛いスクールアイドルだし、失敗したって可愛い。だから絶対ライブは成功するにゃ。凛ちゃんありがとう。凛ちゃんもとびっきり可愛いスクールアイドルだよ。絶対ライブは成功するじゃ。うん、凛たち頑張れそう。行こう花丸ちゃん。うん、頑張ってね花丸ちゃん、凛ちゃん。国木だ花丸ずら。あ、オラってまた言っちゃったずら。今日は二人で一緒にライブをやることになりました。花丸ちゃんはすごく可愛らしい子なのに、凛のことを可愛いって言ってくれたの。そのことが不思議で、凛も自分にはない可愛さを見つけたくて探してきたんだけど、自分には自分だけの可愛さがあるのかもしれないって、そう気づいたの。無理して自分にはない可愛いを手に入れるんじゃなくて、自分の中にある可愛いを。花丸ちゃんの可愛さと凛ちゃんの可愛い、今日はいいは大成功じゃない。短期間でこれだけ息を合わせてパフォーマンスができるなんて素晴らしいですわ。花丸ちゃんよかったね。憧れの凛ちゃんと一緒にこんなにすごいライブができちゃうなんて。ありがとうずら。花丸ちゃん、凛の隣にいてくれて、一緒にライブやってくれてありがとう。こちらこそありがとうずら。凛ちゃんと一緒だったから、まるも今までで一番可愛くなれたかもって思っちゃった。あなたがジョイントライブを提案してくれたおかげで、こんなに幸せな時間を過ごせちゃった。あなたと花丸ちゃんが凛のことを可愛いって言い続けてくれたから、最初はお世辞だと思ってたけど、何度も聞いてたら本当に可愛くなれた気がしたの。凛のことを可愛いと言い続けてくれたこと、凛と花丸ちゃんのジョイントライブを作ってくれたこと、本当にありがとう。お世辞でも嬉しいって、今日は
は言わないよ。あなたのおかげで、リンはリンのことを可愛いのかもって思ってあげられたから。あなたに可愛いって言ってもらえて、リンは幸せ者だにゃ。前よりも、もっと？あ、ドキドキしちゃう。あなたの瞳には、リンはどう映ってるんだろう。あなたに可愛いって言ってもらえて、リンは幸せ者だにゃ。もう一つ分かったことがあるよ。それは、あなたと一緒にいると幸せな時間がどんどん増えていくってこと。だからこれからも一緒にいたいにゃ。りんちゃん、一緒にオレンジジュースで乾杯しよう。はーい、今すぐ行くね。